適応障害で現在芸能マネージャー休職中の23歳女子です。会社に戻りたい気持ちもありますが、その環境に戻ると自分が壊れる気がしてます。女の膝講座がありました。昔から続けている作詞作曲家ステージで歌うことに対して協力してくださる高校の先生もいるんですが、会社を早めに辞めた方がいいのか、これからどう生きていけばいいのか、アドバイスをいただけたらと思います。芸能のマネージャー職って長期でできる仕事ではないので、かなりもうメンタル病んじゃってるので向いてないと思います。なので普通の別の仕事をしながら作詞作曲とかステージに立つっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。